くん、ひろあきです。ひろあきくん、あ、ひこです。ひこちゃん、二人合わせてで、ひろひこです。さあ皆さんこんにちは、さしてトークのやつでございますけどね、今日なんかガチャガチャしてる。にぎやかですね、皆さん。SE を最初から。SE をね、うん。で、そういうのね、実は意外とね、邪魔だったんですよね、皆さん。こんにちは。今日はね、何編なんでしょうね。うん、今日は、なんと、矢津の知り合い、SNS 見てると、あれ、で、見たことあるっていうね、お二人です。じゃあ、自己紹介。ひろあきです。お名前。ひろあきくん。ひろあきです。ひろあきくん。あ、ひこです。ひこちゃん。二人合わせて。でひろひこです。わかったね、二人合わせてもう一回、ひろひこです。あんま使ってないけどね、それね。ということで、そう二人はね、なんとね、あ、付き合ってるんですか。あ、結婚してる。これ台に使ってんの、これ指輪や。あ、そうなん。つけとけば結婚してもわかりやすい。あ、なるほどね。あ、そう、いや、若く見えるでしょ。まあ若いんだけどね、そう、うん、若くはない、うん、でも、まあ確かにね、年齢で見たらまあね、あの、結婚しててもおかしくはない年齢なんだけど、みんなね、まあ、俺も含めて、ね、まあ、してない人もいます。そうそうなんです、2人はね、そう、夫婦なんです。そして、あれ、聞いたことある人、あ、まさか彼女はって思うかもしれないけど、うん、ひこちゃんは、なんと、どこの出身。あ、台湾人です。お、あー、おー、拍手多めで、ね、拍手多めね、台湾人なの、台湾美人なのよ、ひこちゃんね、ほんとに。ね、台湾といえばね、ひろくんね、やっぱりビビアンスーだよね。ああ、ね、よく出るね。ビビアンスー、うん、多分日本人はビビアンスーが一番、ね、ね、もうビビアンスーと、じゃない、やっぱ。そうだ ね。ビビアンまだ綺麗だね。まだ綺麗、ね、まだ綺麗なんだって、ビビアン。SNS でやってるんだ。あ、そうなんだ。うん、そう、そういうね、二人なんです。そうなんです。夫婦です。そして、国際結婚ってことになるの。国際結婚しました。ね、そんな話をしていければと思うんですよ、ね、気になることめっちゃ多いですよね。国際結婚大丈夫なのみたいな。ね、でも ね、2人見てると分かると思うんですけどね、意外と大丈夫なの。大丈夫、ね、今ね、とりあえず2年目か、うん、3年目か。2年目、2年目なの。2年目、3年目。あ、もうそんなになる。うん、2年目、うん、以上まだ続いてます。一応って言わないで、まあ、多分この先も続いていくんでしょうからね。国際結婚の難しさをね。ああ、なるほどね。そうだからね、2人の愛の深さだけでは大変なこともあるらしいです、どうも。それはなんでなんだろうね。まあ、旦那がちゃんと就職、ね、しててさ、ね、会社がちゃんとしてればさ、まあね、国際結婚って別にそんな今はさ、そんなことでもないと思う。そんな大変でもないと思うんだけど、なんでそんな大変なの、ひろあき君は。すごい長くなるけど大丈夫。え、それはですね、これはその話をね、今から10分でしますからね。今から、あ、ここから10分、ここから10分、ここから10分いくよ、ちょっと待ってね。はい、はい、お願いします。はい、うん、じゃあ国際結婚で難しかった話でいいのかな、うん、そうだね。しかもなぜひろあき君が難しいのか、そう、難しかったな。そう、なんでなんだろうね、普通に、なんでなんだ、普通に、普通に、うん、あの、真面目に生きてれば、うん、いや、真面目に生きてると思うよ。俺、犯罪歴もないし、ない、ない、お金はないけど、あの、うん、ちゃんと輸入しちゃいけないやつじゃないのか、じゃあ、お金はないけども、うん、ちゃんと国民年金すらちゃんと納めて、あ、えらいえらい、県民税も全部滞納なしで払って、あ、えらいえらい、あの、国にとっては特に何のリスクもないのに、うん、あの、1回目の、うん、滞在ビザの申請の時に、うん、あの、失敗して、あの、足りないものが、滞在ビザ、まずそれは何、結婚したら配偶者ビザっていうのがないと、うん、どっちに、ひこちゃんに、ひこちゃん、ほうほう、配偶者ビザがないと、ほうほう、日本人と同じように生活ができない。例えば1年間以上1年間以上滞在できないとか、仕事ができない、そうな、仕事ができないとか、まあ当たり前だけど健康保険に入れないから、怪我した時とか病院に行ったらすごいお金がかかる、いっぱいあるんだけど、結婚しているのにだよね。そう、結婚しているのに、で、結婚したら一番取りやすいのが配偶者ビザって言われて、なるほどなるほど、じゃあ結婚したし、そうだね、旦那日本人だし、そう、旦那日本人だし、配偶者ビザ取ろうぜって言って取りに行って、取ろうぜ、チャラいな、チャラいな、簡単な気持ちで取りに行ったらポンポンとね、そう、まさかの3ヶ月後、ふさ、何あれ、苦い、
苦いの食べ物が苦かったです、ね、銀杏が苦かった。あ、銀杏ね銀杏は台湾語でなんて言うの？銀杏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 。え、ひこちゃんの台湾語講座でした。はい、ありがとうございましたではまた次回もお楽しみに。違うほいで、ね、なんだっけ、ごめん全然聞いたかった。で、次は、うん、そう、3ヶ月後に3ヶ月後なの？そんなに待ってたの？すごい待ってた。まあ、長いね。そう、うん、だからその間だから一緒に暮らせないよね。滞在ビザがないから。ああ、ほんと一回日本離れて台湾で、まあ、遠距離、遠距離結婚だよ。結婚してすぐ成田離婚みたいなもんね離婚じゃないけど、そう、結婚してすぐもう別居生活、はいはいはい、まあ、国のルールにのっとってね、うん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 、ちゃんと別居生活して、うんうんうん、でまあそれなんで取れなかったかっていう、うん、通知を見たら、うん、どうやら旦那さん、うん、所得が少ないと。あ、まあ聞きました。所得、お金の稼ぎがないと旦那としてみ旦那としてそういうこと。でもそういうことだよねそう、そんなこと言われた感じだよね。でもね、そう、お前一家養うんだけど経済力ないじゃないかっていう経済力がないから。マジか、はあ、だからビザはあげられませんってなって。そう、そうなんだ。それで結局半年か、はあ、あとはあの結婚詐欺も多いからね。あ、まあそう、あ、まあ、その原因としては、うんうんうん、結婚詐欺、その嘘をついて、うんうん、配偶者ビザを取得して、でまあなんかいろんな医療保険とか、うんうんうん、使っちゃいけない、普通の人を使っちゃいけないやつを使いまくって、うん、そのまま国に逃げるとかそういうことが多いらしくて。ああ、そうなんだ。実際、へえ、それを予防するためでも。そう、怪しいじゃないかってことよね。そう、だからね、旦那なんでそんな所得が低いのかみたいな、うん、旦那なんでそんな所得低いんですか、これ聞いちゃっていいんですか。それは、うん、それはあのあれだよね、うん、何でなんですか、まあ、別に、まあ、普通に生きてるだけだけどねあ、本当、うん、そう。なんで、ひこちゃん、なんで彼は何やってる人なの？彼は画家さんだよ。あ、画家さんなの？あ、そう、ひろえくんはですね、画家さん。どこまで内緒にしとこうかな意外とさらっと打ち上げましたそう、うん、そう、画家なんだよね、ひろえくんね。売れない画家をしております。売れない画家なんていう職業はない売れることを目指してるからね。代表的な売れない画家ですね。ほら、ね、すごいでしょ、これ、ね、ほらほら、誰も買い手が見つからない作品。いやいやいや、そういうことを言いなさるな。ヤズはね、結構ね、ヒロアキ君の作品好きでね。ありがとうございます、うん、そうなんですよ。まあでもね、そりゃ厳しい世界だから、そんなの。そうだね、だって何人いるうちのどんだけが食えてるって話じゃん。うん、ねえ、だからでもね、ね、まあちょっと別の時に話すかもしれないけど、意外といろいろやってるんだよね。その結構すごいところ出したりしてるんですよ、皆さん。ただ、ね、僕そう、あの、あんまり商売ベースで作品を作りたくないっていう変な性格が、あ、ほらね、災いしてね、売れない人って大体こういうこと言うでしょそう、そういう、まあちょっとややこしいことをしててね、うん、まあ、それでビザがちょっと取るの大変だったけど、うん、運よく、うん、どうした、運よく、なんか当たったの？まだ時間があるのかな、うん、あるよ、はい、運よく、就職先が見つかりまして。おお、そう、で、ちゃんとした収入が得られますよっていう証明書を発行して、うん、今はちゃんと日本人として配偶者になった。そうなんだ、すごい頑張った、旦那頑張った、はい、うん、旦那が頑張っていうか、まあ運が良かった、うん、ね、そこはあれなんだね、絵で売れ、ね、養えるだけの所得を行くまでに努力しましたじゃないんだね。就職をしましたんだね頑張って絵を売りましたじゃなくて、じゃなくて、あの、就職先は使いましたなるほどね。なんでひこちゃんがね、そう、今は一応日本人、うん、ただこれもまだ、うんうん、あの1年更新で、うん、また、あ、そうなん、更新なの？そう、何そのツタヤのポイントカードみたいな何、うん、毎年ちゃんと審査が必要で、まだ、だから1回、あ、もう1回やったの？じゃあそれはこれをまた、もうすぐ1年、あ、ほんと、この後もう1回審査。何を調べられるの？それは所得ですね。あ、あなた私の所得ですね。でもさ、それってさ、逆にでもさ、もう夫婦として認められてるなら、例えば、うん、ひこちゃん側の所得が高くても OK なわけでしょ。そうそうそう、ね、うん、うん、だから2人合わせた所得が、うん、あ、一定の金額いってれば、うん、ね、うん、2人合わせた所得がね、それがあれば問題なく、また、ね、ひろあきです、ひこです、2人合わせてひろあきです、っていうことでねこのことやってたらダメだね終わっちゃうね、ダメだと思うよ、うん、そうかそうか、ダメだと思う、うん、でもね、その、なんていうのかな、この
夫婦の形というかさ、生き方は私はねどっちかというといろんな生き方があっていいと思ってるから、うん、だからその中でさこううまくやっていく見本をさもうこのね生き字引としてさ、やってほしいよね。絵描き、うん、絵描きあるあるとしては、うん、こうやって売れない人いるじゃん、うん、売れないけど夢があります、将来お金持ちになりますって言ってる人は、うん、大体結婚できないよね。まあそんな人をさ、まあね、うん、確かにね、旦那にしようっていう女の人は日本にはもう、うん、こんなでしょ。マジで台湾に行ったってこと？台湾に行った。じゃあ、ひろちゃんは最初知ってたの？絵描き、絵描きだよ彼は。知ってた？知ってたね。あ、知ってたの？最初から割と早い最初から？本当？うん、最初障害する時は絵描きでいたんかな。絵描きって言ったかな？マジで、うん、多分。売れてる絵描きって言ってなかった？売れない。年間1000万くらい稼いでる。あ、そうそうそう。それで騙されてない？大丈夫？本当？ならいいけどさ。割とじゃなればあの楽しい思いさせてあげる。最低や、最低の野郎だ。させないよ。バチが当たるのいつか。絵がいいし、絵が全部燃えるわ。大丈夫、描き続ける。あ、本当？あ、お。新しいの。かっこいい。描き続ける。そうだね。画家といえば描き続けるだね。それが大事だ。あ、いいね。お、あと2分だよ。じゃ次はひこちゃんの。ひこちゃんの。うん。ひこちゃんはなぜそもそも日本にいたの？あ、え、ちょっと待って、ちょっと待って。その前に日本で会ったの？そう、日本で。日本だって話から。あ、ワーキングホリデーで。あ、来てたんだ。日本に。あ、その結構ワーキングホリデーで来てる、あの、ワーキングホリデーで。びっくりした。何が出てる？結構ワーキングホリデーで日本に来てる外国の人って多くて、うんうん、それでアルバイトがたまたまそのワーホリで来てる女の子と、うん、まあ、僕がリゾートバイトっていうリゾート地でアルバイトする。すごいね。何それ夢のようなそう夢のような仕事で。日本のリゾート地？そう、日本のリゾート地。どこそれ？スキー場、スキー場。あー、それがリゾート地。あ、そうか、あの、いろいろあるよ。温泉とか、マウイとか温泉とか、海とか、まあ、リゾート地っていっぱいあるよ、ね、それは長島スパランドもあるよ、リゾート地。あれもリゾート地に入るんだ、一応。そう、ガマゴーリもじゃん。ガマゴーリの温泉街、温泉街？あれ、あそこでやってる人もいるんじゃない？ほんと、まあ、それはね、そういうところに行くっていう、もうパッケージというか、リゾートに行きますよっていうところなの？あの、リゾートバイトで検索してみてください、うん、俺なんかリゾートバイトの回し物みたいになってでもいいんじゃないそれは、うん、リゾートバイトっていう、あるんだ、派遣会社、派遣会社、うん、仕事が、うん、その場合でそこで知り合ったと。そう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 、うん、スキー場、スキー場のリゾートバイトしてる。僕はスキーが大好きなんで。うんうんうん、あ、そうなんだ。そう、ひこちゃんはスキー大好きなの？別に全然興味ないけど。その模様はひこ TV のスキー編をご覧ください。ああ、そうなんだね。そう、ひこちゃんはねひこ TV っていうね自分の YouTube もやってましてね、ね、可愛いでしょ。これたどたどしいですか、まだ日本語はね。これは本当はペラペラなのか、いやテレビ的にって感じで、うん、ね、ちょっとなんか喋って、なんか面白いです、喋って、なんかちょっと待って、おかしな振りだよそんなの。なんか面白いことしゃべる、ね、そう、なんか面白いことしゃべる、うん、なんか面白いこと、何、おひこちゃんがじゃあなんか面白いことしゃべってくれるそうです。まず時間のことで、時間に助けられましたね。そんな2人ですね、幸せなんですよ、見てるだけでもね幸せになるでしょ、はい、っていう2人にね今後いろいろ語ってもらいますからね、楽しみにしててくださいね。物足りんと思う人はどんどん続くんで安心してください、うん、とりあえずね今回はちょっと一回ここでね、はい、なんとなく分かったでしょ、はい、うん、はい、ね、なんとなくね、視聴者の人も分かったでしょ、なんとなく2人、あ、そういうことか、国際結婚してるんだ、そう、で旦那売れてねえんだね、そうなんですけどね。でもまあね、どういう過程を踏んできたかはまた今後も、そうだね、聞いたらびっくりするような経歴も実はあるので、ひろあくんは、あるかな、今ハードル上げてるよ。あの実はアメリカ人だったとか。あ、そうなんだね。実はラーメンマンのね末裔だったとかね。そう、そういうことはないです。それは、あ、次、もう次、ではでは、さようなら。さようなら。またね。